菅直人候補よろしくお願いします。札幌の皆さん、本当に多くの皆さんがこの民主党代表選の立ち会い演説会にお集まりをいただいたこと改めて私菅直人からもお礼を申し上げます。皆さんどうもありがとうございます。 今日本は本当に大変な状況にありますこの北海道もこの札幌も先ほど私の仲間が電話をかけてくれました札幌は賑やかに見えるけれども老舗の個人商店が次々に閉店に追い込まれている個人の消費が伸びないから お店もやっていけなくなっているんとかしなければこの札幌もどんどん活気を失うから菅さん頑張ってよこんな声をいただきましたこの昨年の9月に政権が誕生して私が一番力を入れてきたことは新成長戦略いかにして 20年余り続く日本のこの低迷を脱するか、今、この新,調新成長戦略の設計図が出来上がり、今日午前中、新成長戦略実現会議というものを立ち上げ、いよいよ実行する段階に来たということを、まずもって皆さんに。 ご報告をいいいたたしたいと思いますそれでは、どういう内容なのか、これまでの自由民主党の政策とどこが違うのか、自民党も何度となく成長戦略を打ち出したことは、皆さんもご承知だと思うんです。しかしか残念ながら 一時的なカンフル的な効果はあったかもしれないけれども、持続的な経済の成長にはつながらない、つながらなかったどころか逆に格差が拡大し、自殺者は12年連続3万人を超えたままではないですか、これまでの成長戦略が何が欠けていたのか。 私はその最大の一つの要素は、地域から元気を取り戻すという、その政策の根本が抜け落ちていた、このように考えております。そこで、この間、進めていることで、特に北海道にも関連の深いことを、 二つ三つご紹介をしたいと思うんです今ここにメモを取ってきましたフェイチェン・ウォーラをご存知ですかこれ今北海道の道東を舞台にした中国で放,送放映されている大変人気のある映画なんですね今中国からのお客さんがこの北海道にも だいいぶ増えてきたんじゃないですかこれは自然に増えたのかというと、2つの大きな政策を実行したんです。今年の7月から、中国から来られる人のビザの条件、前はものすごいお金持ちでなければ来れないという制限があったの中産階級の皆さんでも、日本に来たい人は来れますよというふうに。 ビザの条件を緩和したんですよそしてもう一つ、前原国交大臣が北沢防衛大臣と相談をしたんですよ、何を相談したか、あの新千歳空港に外国の飛行機が降りられるのがものすごい制限されたんですね、今までは。自衛隊の飛行機が 飛び交うときは外国の人たちにはあまり見てもらいたくないからといって、ものすごい制約されていたのを、今回、大幅に外国から来る飛行機が、離発着できる時間をどーんと延ばしたんです、この2つによって、これまでもすでに増えてきておりますが、これから10月に11月に来年になれば、人気のこの北海道に、 中国からのお客さんがもっともっと増えることは間違いがありませんそして何といってもこの政策には何兆円何十兆円というお金はかからなかったんですよつまりはこれまでの行き過ぎの規制の緩和によってこういうお客さんが増えそしてあるいは札幌で買い物される方が増え そしてそこに雇用が生まれてくる、これこそが地域活性化の雇用拡大の私は一つのモデルケースだと思っておりまして、このようなことを全国に必ず広げていくということを、この場所でお約束をさせていただきたいと思います。そして、てもう一つお話をささください。 この北海道は食料自給率は北海道だけで言えば100%をはるかに超えてるんですよね、それでありながら、なぜこの一時産業の盛んな北海道が疲弊をしてしまったんでしょうか、私、4、5年前にドイツの黒い森というところに行ってきました。 農村地帯でしたこの辺り人口はどうなんですと聞いたら「いやいや菅さんこの辺りは人口は減るどころか少し増えてるんですよ」「どういうことをやってるんですか?」と言ったら「いや酪農でミルクを取ったりお肉を取ったりブドウを取ったりするけれどもただそれだけじゃないんです」って言うんですねミルクからはチーズを作りブドウからはワインを作り そして小さな湖のそばにリゾートの20個とか30個のホテルがあってそういうところに土日になるとフランクフルトとか都市からどんどんお客さんといいますかそこに休みに来る人がいるだから都会で仕事をしたい人はフランクフルトとかどっかに行けばいいけれども田園都市のきれいな街で。 村で住みたい人は十分そうした村や町でも住むことができるそして林業も見てまいりました日本の林業なんと日本で使われている材木の80%は外国から輸入してるんですよドイツで聞いたらいやうちからまで輸入してると聞いてびっくりしましたなななぜこんなこんとになったのか つまりは林業について作業道というものが日本の山には入ってないもんですから干ばつに行っても切った木を積み出すことができないだから結局のところは日本で育った木はよほど価値のある木でヘリコプターでも運び出すような木でない限りはほとんど使われていないためにこんなことになったんです。 申し上げたいことは、そのように食べ物をせっかく生産されている北海道で、そのまま東京や大阪に売るのではなくて、それを加工して、付加価値をつけて、できればレストランやリゾートのホテルの中で、それをお客さんに出す、そうすれば10円のブロッコリーが加工によって50円に。 そしてレストランに運ばれれば100円になってそこに付加価値が生まれてくるじゃありませんかこれが私たちが言っている6次産業1次産業と加工の2次産業とそしてサービスの3次産業にこの農業や林業を育て上げていくことがまさに北海道の再生にもつながるし日本の 再生にもつながってくるこのことをぜひ私カンナオトに実行させていただきたいそのお願いを知りにやってまいったところでありますそして先ほど小沢さんからも私が雇用雇用雇用と言っているということを紹介をいただきました雇用はただ仕事が ああるないの問題だけではありません。仕事がない人は社会の中で居場所がない社会の中で参加する場所がない先日京都のジョブパークに行ってきました新卒者で仕事がない人をカウンセリングしてる来た人は最初はみんな暗い顔をしてるというんですねそのうちいろんな話をして、 あなたはどういうことがやりたいのどういう趣味があるのどんなことなら経験したことがあるのいろいろ話をしてきてくれるうちにだんだん元気を取り戻し、自信を取り戻してきてるというんですよね。雇用には3つやらなければならないことがあります。1つは介護とか新たな仕事を作っていく。雇用を作るということが第一、これはもちろんですよね。 もう一つは、実は大企業の求人倍率は0.5ぐらいで低いんですが、中小企業では若い人を採用したいという思いを持っている人、結構あるんです、求人倍率だと全国平均でいうと4なんです、しかしなかなかそれがマッチングしない、つまりはマッチングしないものを、なんとかそういうものを紹介しまた、中小企業にとっても、 こういう若者ならぜひ採用しようじゃないかというようなトライアル雇用とかですねそういう意味で雇用をつなぐことがない2番目ですそして第3番目は出て行ってしまう企業に対して円高など出て行ってしまう企業に対して日本の中で十分に仕事ができるように例えば環境に強い企業に対しては 工場立地の時には応援するとか、また法人税についても、他の国と比べて高いために外国に出ていこうとしている企業に対しては、法人税を見直しすることも今、政府税調、党税調で検討してもらっておりますけれども、なんとか企業をつなぎ止めて雇用を守っていく。つる雇用つなぐ雇用用なぐ 守る雇用のこの3つのことを、ぜひ私、菅直人頑張りますから、やらせていただきたいということを、改めてお願いを申し上げたいと思います。そして、もう一つだけ話をさせてください。私はは日本の今のの今行政政治の在り方は ただ中央集権であるというだけではなくて、もう一つ深い深い改めなければならないものがあります。それは何か、それは縦割りということなんですよ。先日、その雇用のジョブパークに行ってみても、いや、これはハローワークだから、厚生労働省の窓口に行ってください。え新卒者ですかこれは 学校の関係だから、文科省に行ってくださいえ、中小企業ですか、これは経済産業省だからそっちに行ってください、つまりは、集権だけではなくて、縦割りでどこに相談に行っていいか訳はわからない、京都の例では、京都府が全体の責任を持ってやっておりましたから、そこに全部の情報や、 いろんなものが集まってるどうでしょうか、この北海道も何でもかんでも霞が関に行って聞かなければ決まるんじゃなくて、北海道の中ですべてのことが、ほとんどすべてのことが決まるような政治に変えるべきだと、私、考えていることをです、ね、この場ではっきり申し上げたいと思うんです。そそしてうういう 地方、分権地域、主権のその自治体に対して、国は外交とか防衛とか通貨とか、福祉の基本はしっかりある、そして財政配分も将来は権限と人,人材と財源を含めて、今は2対1ぐらいが国にまずは来ておりますけれども、最終的には国が3分の1、自治体が3分の2。 これこそが日本の国の大改革だと私は考え、これに全力を挙げたいと思います。皆さん、時間になりましたので、最後の一言で終わらせていただきます。この選挙が終われば、小沢さんともこれまで通りしっかりと手を握って、この政権交代に期待された皆さんの期待に応えるために、 全力を上げて、頑張り抜く。その覚悟を、改めて、お伝えを申し上げ。私菅直人の、お訴えとさせていただきます。最後までのご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、こちら側もありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。ただいまの演説は、菅直人候補で、ございました。